なんか鳴った気がする。桜石聞こえますか？おはようございます。なんか噂なんですけどね。はい、噂ですか？聞きましょう。ここからそう遠くないところにですね、はい、なんか割と有名な廃道があるらしいんですよ。廃道？ほう、有名な廃道があってですね、そこへちょっとラジコン持っていこうかなと思いまして。あ、いいじゃないですか。っていうのは、うん、一応確認したんですよ、うん、土木事務所に。土木事務所、はい、福井県のね。そしたら、うん、もうご自由にラジコンどうぞと。マジで？怪我とかは責任持てませんので。ああ、そうなんですね。はい、っていうことなんで、うんうん、ちょっと準備しましたんで行きましょう。はい、僕の愛車ジムニーちゃんも車検帰ってきましたんで、つい先ほど、はい、行きますか。行きましょう。行きましょう。お願いします。じゃあ行きますか、桜井氏。じゃあ行きますか。よし。お、なんすか。相変わらず気配を察知するのがすごいですね。あ、でも誠一さん、今日ラジコンに見えたんじゃないんですか。夢はワールドチャンピオンじゃないんですか。今道草食ってる暇あるんですか。選手に休息は必要です。あ、なるほど。誠一さんは選手だったらしいですよ、桜井氏。どうやら。そうです。なるほど。そうです。あの人が選手なら、桜井氏は、まあ、魔法使いっすか。なんすか。メラ。僕味方ね。確かに。僕は。精神に魔法使い1。回復がいないじゃないですか。関係ません。どうしましょう。じゃあ僕が僧侶になります。いや、私が僧侶です。いやいやいや、僕僧侶ですよ。私だって魔法使えないでしょ。全く使えません。そうでしょ。僕と桜井氏は使えますんで。全く使えません。はいはい、直しますんで。なんかあれですか、足の方が、あ、だいぶ捻挫がだいぶ良くなりました。回復方向ということで、僕のベホエムで直しましょうか。さすが。ベホマの方がベホマ使えないんですよ、まだ。ちょ、レベル足りなくて。なすいません。はい、よろしくお願いします。今日もどこでも走れるシリーズを持ってきました。こちらです。今日ちょっと新しいのを用意しましたよ。見覚えないってことはないんです。見覚えないですよ。いや、そんなことはないですよ。めちゃめちゃ販売させてもらったっつんで。本当ですか。行きましょう。行きましょう。ゴー。これはちょっと。じゃあ、もう何を言おうとしたか忘れました。はい、すみません。おかげさまで、ありがとうございます。ありがとうございます。今日の運転は、はい、任せてください。いいんすか、そんな誠一さん。そんな。まあ、ペコ意味かけましたんで。あ、もう。そうでしょ。完璧っす。どっちっすか、やばいのは。こっちっす。本当ですか。完璧っす。反対はできます。あ、半分。行きましょう。え？あ、そっか。あ、いや、私いつも癖なんですよ。右後ろって。シンプルに癖なんです。車検が終わったばっかりなんで、めちゃめちゃ綺麗ですね。まだいくらかかったかは全く知りません。じゃあ、 壊れかけのワイパーも生き返ったんです。これは多分そう、ワイパーもね、完璧です。そう、直してくれたんですよ。おお、車屋さんがですね、ラジオを見ていて、車検の時にワイパーを直してくれると勝手に言ってきました。車検持ってく前に持ってく前に、はい、さすがなんということですね。右からですかね、今日は。今日は、そうですね、たまには右って言いますか。右から行きましょうか。たまにちょっと綺麗になりましたね。お掃除してくれましたね。綺麗です。めちゃめちゃ綺麗です。ボディも輝いています。うん、何なら新品。そうですね。新車ですね。新車。2000年の。2000年の。私より年上です。そうそう。2001年登録か2000年登録ですね。実際場所分かってるのですか。分かんないです。どこ行くか知ってるの、ところで。どこ行くんですか。全然分かってないです。桜井氏はさっきお話ししましたね。はい、さっき。福井には。なんか、左の方ですね。なんか、はい、あの方ね、あれですよ。はい、知ってます。三味線がすごい方です。そう。手振ってますよ。さすが。
そうでしょ。あの地元のおまわりさんなんで、はい、何度もお会いしてますんで。ああ、なるほど。そうです、そうです。僕のこと覚えててくれたんですね、こんな地味なあれから。そうですね、あってでですね、上にはかなり有名な廃道があるんです。廃道、廃道で、その廃道っていうのはですね、普通はめちゃくちゃ古くてもう使われなくなったから、土木事務所なんかも管理をやめて、はい、もうやめましょうっていうのは分かるんですよ、はい、違うんですよ。違うね。割と最近までですね、はい、作られていて、めちゃめちゃ綺麗な道なんだけど、はい、使われることなく、はい、もう森に埋もれているそんな道あるんですか。なんでこれを持ってきたか、もののけ姫じゃないかなと思ったんですよなるほど。もしくは千と千尋の神隠しというか、ワンチャン神隠される、はい、神隠されるかもしれないです、僕たち。最終回かもしれない。最終回可能性あります、ね。うん、ちなみに今通るところはですね、オタというところが通ります。オタ、オタ、あ、はい、オタです。はい、豆腐が有名です。ああ、そうですね、オタ豆腐は有名ですね。もっと有名なの、もっと有名なんですよ、オタ。剣神社、まあ、剣神社ですけども、なんとですね、あの織田信長の織田家の発祥なんですよ。その織田と織田というところが、まあ漢字一緒ですよね。ボールに田んぼの田で、織田を田と言いますけど、なので織田信長の子孫のですね、フィギュアスケーター織田信成さん、信成さんもですね、今来てるかどうか知らないですけど、まあ、毎年お正月には来ていたと。知ってますか。私は最近ちゃんと思います。なんでそんなに言ってるんですか。テレビで見たことがあります。ああ、そういうことですか。よかった、知り合いとかだったら怖かった知り合いじゃないですね。知り合いではない、さすがに、はい。なので医療側から10分のところにですね、ここだけの発祥のところがあるという非常に由緒正しい歴史のあるところです。すごいですね、レディオガガって。レディオガガの周りすごいですよ。歴史好きなラジコンユーザーさんもね、ぜひ。たまらないですよね。たまらないです、うん。まあもちろん、福井の朝倉家は織田家に滅ぼされましたけども。千と千尋の曲ってどんな曲がありましたっけ。昔千と千尋あんま見れないんです。そんな曲がありましたっけ。千と千尋。私は千と千尋自体1回も。嘘でしょ。マジですか。そんなことあるんですか。千と千尋をしたことなんだけど、まあ、ちょっとトラウマがあって。何のトラウマですか。私、小学校低学年の時に学童っていう、一回預けられる場所に行ってたんですね。はいはい、その親が夕方帰ってもいないから、だいたい体育館とかで遊んでるんですけど、その日たまたま体育館が開いてなくて、千と千尋流したんですね。そしたらお父さんとお母さんが豚さんになったところでお迎えが来て、そこで私は千と千尋終わったんです。なるほど。トラウマすぎて。その先見てないんですか。そう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 。なるほど。っていうのは昔あって、一応最後までは見てますけど。あ、見てるんですね。見てはいます。でもあんまり覚えてないです。千と千尋の音楽どんなんだったかな。アポに行きましたよ。千と千尋のモデルになった道後温泉。道後温泉が、はいはいはい、行ったことあります。あ、本当ですか。あの建物に。あ、そうなんですか。もう今ないですけどね。あ、なかったんですか。最新の問題で。へえ。だけど千と千尋は見てない。はい、見てないです。見てないですか。それどういうところが、千さんは千と千尋を見たくない、まあ、見たくない理由はあると思うんですよ。いやいや、本当たまたま見たくない。ただ、普通の日本人なら生きてれば勝手に見るじゃないですか。そうですか。勝手に見るでしょ、生きてれば。キャラクターは大体知ってますよ。本当ですか。なんか顔なしとか。はいはい。ユバーバーとか。セーブだけ。似てましたね。じゃんじゃん似てない。全然似てない。一回しか見てない割にはすごいですね。千と千尋どんなテーマソングどうなったかな。千は私。これは聞いたことある。これはこれか。あ、それ千尋じゃないですか。これ千尋ですかね。あ、千尋ですね。じゃあこれですわ。なるほど。ララ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 ラ。もう受けます。さすがです。練習終わりましたんで。あ、今の練習やったんですか。今練習です。ダメですよ、こんな
たどたどしいところ使ったら。了解です。はい。もうおたですね、おたですね、おた病ですね。コメリじゃないですか。コメリもありますね。覚えてますよ、おた。ごっこ。ごっこ、コケッコ。おお。コケコケコッコ。やりました。すごい。なんかそんな歌でしょ。まあ大体、あ、もう主になってますね。主になってます。やってます、やってます。涙出てきた。トンネルですね。トンネルですね。やばいっすね、桜井市。終わりました。あらららら。もうこれ出るともう別世界ですから。そうだね。されました。いや、見てください、これ綺麗だろ。綺麗。すごい。これあれ海ですよ、あれ。空じゃないですよ、あそこ。そうだな。あそこ、あそこ海ですよ、桜井市。あ、見てる。ほら、ほら。おー。おー。すごい。本当ここ海と山っすか。日本というお、水産もうほら下止まっちゃってるんで、もう行ってもいいんじゃないですか。あ、もういいんですか。あ、ダメですよ。何言ってるんですか。僕は行きませんって言わないといけないじゃないですか。何言ってるんですか。今僕水産テストしたんですよ。危うく騙されてました。いや、騙されてました。騙されてました。完全に騙されてました。いや、いい道ですな、これ。いい道ですな。冬、カニとか、儲かってたら来ますか。儲かってたらカニ。儲かったら。ユーラジー晩餐会。なんすか、その、なんで、無表情なんすか。え、私ですか。はい。カニ。カニあんま好きじゃないですか。大好きなんですけど。はい、もらえるなと思って。これ僕もらえるんですか。これ食べていい。じゃあそれをそれもらいましょう。すごい道通りますけどいいですか。ジムニー専用道路ですけどいいですか。そんなの僕行くんですか。はい、生きて帰れるなら。生きて帰れるかどうかは分かりません。マジで。なんせ神隠されに行くんで。あ、はい、見てください、この道。一直線。なんか、かっこいいでしょ、ね、すごいですね、はい。福井にこの、こんなストレート、一直線なかった。あんまないね。あんま見たことないですね。あんまない。ふるさと林道という林道が、すごいとこですので。すごい。熊出てきてもおかしくない。熊は出てきてもおかしくないですよ。あ、そういえば、僕と桜井市がいつも、ここで行く200メートルぐらいの先に、あの散歩コースですね。郵便局あるじゃないですか。あ、ありますね。あの前で熊が出てたらしいです。ほんと。ヤフーニュースで出して、福井県入郡越前町下糸、どこかなと思ったら、あの郵便局に通りました。怖すぎる。ほんの、ほんと、ほんとの。そう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 。本当の近所。本当の近所です。絶対電波ないですよね。まだありますね。はい。楽天はないですね。楽天はないですね。いや、ドコモはいっぱいありますよ。え、マジですか。4すごいです。消えました。さすが。あ、消えました。はい、消えました。はい、そうでしょう。すごい山林に入ってきますよ。なかなかですね。まあ言っときますけど。なかなかこれでも今まだ10分の1も行ってないですからね、まだ。はい、マジです。もっと。リアカジュー、リアカジュー、先生さん、リアカジューです。そう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 。コーナーは加速するところなんで。そうです。そんな大きすぎない自家用車なら、そうですね、ここは通れます。で、この先ちょっとかなり厳しいところ行きますけど、そんな厳しい。かなり厳しいところ行きますね。これ突然いきなり山の方に入る。あ、ここだ。あ、ここ、左ですか。そこ行ってください。はい。ここです。はい。大丈夫です。大丈夫です。いや、余裕ですよ。ジムには余裕ですよ。一応、普通車でも行けます、一応。僕、行ったことあります。はい、行けるとか行けんとかじゃなくて、僕らの命は大丈夫ですか。命は全然大丈夫です。ですもう、ちゃんと整備されてるんで、安心してください。そんな危険なところを誠一さんにね。すごい道だ。いやいや、まあ、全然余裕ですよ、余裕。落ちたら死にますから、ね。落ちたら死にますね。はい。おいおい、そうでしょ。おい、久しぶりです。はい、頑張って頑張って頑張って全然だ。頑張ってコーナー加速するとこなんか、ね、加速するんですよ。
つけてね、まっすぐ行ったら死んじゃうよ。はい、良いですよ、良いです。この道、これ事実、本当の話していいですか、はい、僕、自家用車あるじゃないですか、青い。まさか。で、実は迷い込んで、これ、今この通ってる、まさにこの道を行ったんですよ。DM、はい、で DM で、はい、だから行けます、全然。なるほど、はい、よう行きました。さっきのターンあったでしょ、あそこは切り返しました。1回じゃ曲がれなかったんで。ですよね、はい、でこれででもね、あのメインストリートにつながります。これ右に行きます。右ですね。右です。はい、はい、これがずっと向こうからつながって、これが向こうに、なんだ、竹生の白山の奥の方までずっとつながってます。こっちはスイカで有名な白山スイカ。違いましたっけ。いや、ごめんなさい、うちでごめんなさい。そうなんです。白山スイカなんですよね。そう、スイカが有名なんです。スイカが確かに有名。白山のスイカ、唯一知らない。そうですね、ほぼ知らないことないんですけど。知らないことないですよ。ちょっと知らなかったですね。スイカ嫌いですか。スイカ好きですね。好きですよね。はい、好きですね。なんかそれ、これちなみに、これ、違います、まっすぐなんですけど、ここ行くと、なんかあるんですよ。昔、ここにお城があったんですよ。へぇー。そう。それの言われのこととかも全部書いてあります。やばそう。やばそう。なんて綺麗な道ですよ、これ。素晴らしくないですか。素晴らしいですね。素晴らしいでしょ。私は元気。歩くの大好き。どんどん行こう。うわこれ海ですよ。海ですよ。海ですよ。ここ。やば。やば。あ、わかりました。もうそのくぼみにできた水がそこに流れて。はい。いや。すいません。ごめんなさい。一応、言っとかないといけないかなと思いまして。めっちゃ気持ちいい。すごい。鳥の鳴き声が最高。雲が近いですよね。確かに。近い。おー、鳥が。ニュースポットはこちらになります。ご案内です。よろしくお願いします。はい、すげえ。行きますよ。これね、サンセットがやばいんですよ。なんと、まっすぐ朝に日が沈むんですよ。はいこの時に、これでも水面に、うわぁ、ま、バカ綺麗です、ここ。最高ですね。最高なんですよ、実は。すげぇ。最高です。本当に最高。そうでしょ、僕が秘密にしたくなるのは分かるでしょ。これはこの塩山公園だけは誰にも教えちゃいけませんからね。はい、はい、誰にも言いません。はい、してください。
これちょっとサムネ写真撮ってきますか、高橋。あ、なるほど。使えるかもしれない。普通に撮ってくださいよ。いいですわ、いただきます。あ、良さそうっすね。いいわ、いいわ。あ、これいいわ。あ、こういうことっすよ。そうですよ、さすが。あ、いいよ、とんでもないです。そこに取られてましたな、これ。取ってますよ。すごいな。大丈夫ですか、これ。本当に大丈夫ですか。本当に大丈夫ですよ。はい。おー。おー。おー、崩れた、崩れた。おー、やばい。え、チコリ。大丈夫ですか、これ。え？うぃー。すごいっすね。